さんがでっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて今回は、5月31日より新しく、追加された、螺旋ガチャの新スタイルについて、ざっくり性能チェックを、してまいります。今回螺旋ガチャ限定の新スタイルとして、実装されましたのは、竜騎士、ディアナ、ちゃんの3名。はてさて今回追加された新スタイルの、性能は、いかがなもんでございましょ？それでは早速確認していこうじょのいこ。はじめにチェックしていきますのは竜騎士殿。初のプレイアブルキャラとして、登場ですな。竜騎士といったら正気に、戻っては裏切るを繰り返す。某竜騎士さんをイメージしてしまうのは、私だけでないはず。あの人のせいで多くの竜騎士が風浪被害を、受けていることでしょうな。さてそんな風浪被害を、少なからず受けたであろう。ミンサガの竜騎士殿は体験スタイルとして、登場。果たしてその性能は、いかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力が 110% プラス14とかなり高め、素早さも 90% プラス14といい感じですな。他は知力が 73% と体験スタイルとしてはちょい高めですな。竜騎士殿のアビリティについて、攻撃タイプの技や術命中時、確率特大追撃でファイアボールプラスが、発動する追加級。ウィーク攻撃の余ダメ特大アップ。レジスト攻撃の非ダメ特大軽減の、抵抗集中6。余ダメ極大アップかつバトル開始時、自身の BP1 回復の、バトルグレートテンション。余ダメは常時プラス 30%。開幕 BP11 スタート。ウィーク攻撃でさらにプラス 20%。レジスト攻撃に対して非ダメマイナス 30%。また攻撃スキルを命中させた時に、50% の確率で、ファイアボールプラスが発動。アビリティとしては周回でも高難度クエストでも、使えそうな感じですな。追撃の確率もかなり高めで、火力枠としても仕事できそうです。竜騎士殿のスキルについて、BP3 で使える D 力熱全体攻撃の、ファイアボールプラス、BP7 で使える A 力残熱単体攻撃の、グレンの太刀。こちらは攻撃命中時に、腕力デバフ大のおまけ付き、BP9 で使える SSSA 力打突単体攻撃の、ドラゴンウィング。アビリティだけでなくスキルとしても、ファイアボールプラスをお持ちですな。こちらのファイアボールプラスはいつもの、果術ではなく体験技とのこと。全体運用はファイアボールプラスを、連打といった感じ。単体運用はドラゴンウィングで、開幕から SSSA 力を、ぶっぱ。グレンの太刀で腕力デバフ大を、付与しつつ継続火力といった感じです。一応単体周回、全体周回で使うことができそうなスキル構成ですな。今回、螺旋ガチャ限定スタイルで、初のプレイアブルキャラとして新登場の竜騎士殿。基本は周回で使っていく、用のスタイルでしょうが、レジスト攻撃に対して非ダメ軽減も持っているので、高難度クエストで使えなくもないスタイルといった感じですな。ただグレンの太刀で腕力デバフ大を、付与することができますが、知力がそこまで高くないので、高難度クエストでデバッパーとして、使うにはいまいち、また所持しているすべてのスキルの、属性がバラバラなので、連成装備を作るのが大変そうです。体験の達人の成績や、強く武器をお持ちなら、そちらを装備させてあげるのが、良さそうですな。まあそこまでして使うスタイルかと、言われたら微妙ですが、スキルの属性がザンダ突熱と、4種類なので、育成アビリティの恩恵にあやかりやすく、育成しやすいのはメリットですな。続きましてディアナ様、吉波。SS スタイルとしては2020年1月以来の新スタイルですかね。2年以上も新スタイルに、ご縁がなかったアルベルトのお姉様です。今回螺旋ガチャ限定スタイルでようやく新スタイル実装ですが、果たしてその性能は、いかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。器用さが 104% プラス15と、結構高め。素早さも 100% プラス13とかなり高くなっております。ディアナのアビリティについて、攻撃命中時、
自身の HP 極小回復、BP1 回復の吸収の、連機1、HP 満タン時、確率中で自身への攻撃を、回避。HP 非満タン時、余ダメ特大アップかつ非ダメ大軽減の、達人の構え。余ダメ極大アップ、連携時と OD 攻撃時にそれぞれ余ダメ大アップの、オーバーグレートテンション。余ダメは常時プラス 30%。連携時、OD 攻撃時はそれぞれ余ダメプラス 15%。OD 連携時は余ダメプラス 60% ですな。さらに HP 非満タン時はさらに、余ダメプラス 20%、非ダメマイナス 25%。HP 満タン時なら 25% の、確率で自身への攻撃を、回避。また攻撃命中時に自身の HP を極小回復に、BP1 回復。高難度系のクエストで活躍できそうなアビリティ構成ですな。ディアナのスキルについて、BP1 で使える D 力突単体攻撃の、バックプロット。こちらは自身の器用さ小アップの、おまけ付き。BP8 で使える C 力突全体ファスト攻撃の、フローラルクラッカー。BP13 で使える SSS 威力突単体攻撃の変幻自在。全体運用はフローラルクラッカーで808の、全体ファスト運用。火力を上げるなら演武剣プラスを、継承するのもいいですな。単体運用はバックプロットで、器用さを上げて BP を、溜めつつ継続火力を出す感じですな。変幻自在を持っていますが、コスパがあまりよろしくないので、乱れ付きプラスや金のトロイメライプラスを、継承して使うのがいいでしょう。今回随分久しぶりに新スタイルが、実装のディアナ様。全体周回はスキルの、火力が微妙なのでいまいちですが、単体周回で使うならそこそこ火力も、出せそうです。高難度向きのアビリティが、多めなので、召喚スタイルの手持ちが、少ない方にとっては、現闘場で使えそうなスタイルといった感じです。最後にチェックしていきますのは、ジェン。シルベンゲット時の演出で、チラッとだけ登場しておりましたが、今回ようやくプレイアブルキャラとして、実装ですな。果たしてその性能は、いかがなもんでございましょ?スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力が 99% プラス12とまあまあ、愛が 82% プラス16とかなり高めですな。愛は高いですが、精神が 59% と、メンタルはちと弱いみたいです。ジェンのアビリティについて、ターン終了時、確率中で自身の HP 小回復、自身の BP3 回復の、連機再生産、ターン終了時、確率中で自身とランダムな味方一体の HP を中回復するレートヒールリンク、余ダメ特大アップ、非ダメ特大軽減のプロテクトハイテンション、余ダメは常時プラス 20%、被ダメは常時マイナス 30%。ターン終了時に 25% の、確率で自身の HP 小回復かつ BP3 回復。さらにターン終了時、25% の確率で、自身とランダムな味方一体の HP を中回復。確率は 25% と、低めですが、抽選2回な上に被ダメ軽減もあるので、自身の耐久力は結構高めですな。ジェンのスキルについて、BP2、LP1 で使える D 力回復技の、スターライトヒール、BP5 で使える SE 力残ランダム1回単体攻撃の、ムム剣プラス、BP9 で使える SSS 威力残単体攻撃の、V インパクトプラス、全体技や範囲技がないので、運用は単体のみ、開幕 V インパクトプラス、以降は通常攻撃と、ムム剣プラスで火力を出していく感じですな。BP 回復が発動してくれれば、継続火力は結構高そうです。ムム剣プラスがランダム攻撃なので、複数敵が出現するクエストでは使いにくそうですが、またスターライトヒールでヒーラーとしても、運用可能。体験のヒーラーが足りてない方は重宝しそうですな。プレイアブルキャラとして初登場の、ジェン。高難度で活躍できるスタイルとして、登場ですな。ヒーラーとして活躍してくれそうです。体験のヒーラーをお持ちでない方にとっては、これから長い間お世話になるスタイルになりそうです。というのが今回新しく、
追加された螺旋ガチャ限定スタイルについての、私の感想でした。今回の中ですとジャンガ大当たりといった感じですな。まだ戦力が整ってないなら勇気士殿は、周回で使えそうですし、ディアナ様も現登場の証券の、戦力として仕事してくれそうです。以上、螺旋ガチャ新スタイル、ざっくり性能チェックのコーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、